はい、どうもこんにちは、こんばんは。今回はね、歴史紹介やっていきたいと思います。3日ぐらい前にね、クライマックスホーム、買ってきましたっていう動画出しましたけど、あれからね、通販で、アマゾンの方なんですけども、1枚5000円ぐらいでね、クライマックスホームのパラレルが2枚目3枚目購入してやっと届きました。3枚揃いました。これね、非常にかっこいいカードなんで、今回このカード3枚揃えてデッキをね組んでいこうということで、デッキを組んでみましたということで紹介していきたいと思います。デッキの内容についてはこんな感じなんですけども、よかったら、アドバイスとコメント欄でお待ちしております。で、今回の、デッキ紹介なんですけども、仮面ライダー、電王ということで、仮面ライダー、ファン、仮面ライダーからバトスピ触ってみようとか、仮面ライダーだけバトスピのデッキ1個ぐらい持っておこうかなっていう、そういう考えの人がね、もしかしたら見てくれてるかもしれないので、いつもより丁寧めにやっていきたいと思います。カード効果の説明とかもね、いつもは省いてるけど、今回はじっくりとやっていきます。ここ光ってますけど、これか、なんだっけ、五角形の砦ネクサスですね。このカードが3枚入っております。デッキ枚数40枚で、とりあえず今回の、使いたいキーカードが仮面ライダー電王クライマックスフォームというカードです。8コスト4軽減の、系統が、仮面で、降臨持ってます。降臨条件がお互いのアタックステップの、白コスト5以上の降臨で、このスピリットの降臨時アタック時効果、手札手元のブレイブカード1枚をコスト、支払わずに召喚できる。で、そうした時回復するよっていう効果です。で、白のスピリット、白のブレイブなら、4枚まで合体できますっていう効果をね、持ってるカードなんですけども、今非常に強かったニュージーク、ノーブルドラグーンニュージークリード、このカードが、今日4月1日から制限カードになりまして、デッキに1枚しか入れられなくなりました。このカードの代わりとしてもしかしたらクライマックスホームがワンチャンある可能性があるんで、今回ね、白メインの、構築になってます。ニュージークと大きく違うのは耐性を持ってないっていうところと、回復できるっていうのは両方共通効果なんですけども、あとはね、手札手元にブレイブがないと展開できないっていうことですね。ニュージークがデッキから、ブレイブ出せるっていう点が大きかったんですけど、クライマックスホームは手札にブレイブがないといけないっていうことで、ブレイブの採用が比較的多くなります。9枚ですね、9枚入ってます。今回、採用しているのが、ガンブレイブ真珠ということで、ガンブレイブリロード持ちの、ブレイブが4種類9枚、入っております。ガンズバルムンク、降臨使うなら、当然3枚入るであろう、ガンズバルムンクリロード持ちの、降臨スピリットなら、ブロックされなくなるシンボル付きのブレイブ、主にこれを、電王にくっつけてアタックしていきます。で、他にはガンモードが、リロード持ちの、召喚時に相手のバーストを破壊する、ブレイブです。これが今回2枚ですね。で、バイソンブラスターが3枚、コスト5のリロード持ちのブレイブで、ブレイブ時効果で、重装甲の、赤緑白を持ってます。赤緑白を持ってるんで、相手のニュージ、なんだっけ、ジークリード回とか、赤デッキに焼かれないっていう点と、次の段にゼロカウンターっていうカードが入ってくるんで、それの高速3段付きを買わせるっていうことで、今回は、バイソンブラスターが、3枚入れてみました。で、ゼイロイシューター1枚入ってるのがニュージークから持ってくる、1枚だけなんですけども、サーチがあるんで、ニュージークから、持ってこれる、ブレイブの選択肢で、ゼイロイシューターが1枚、あとはメタルガルルモン今回採用してるんで、メタルガルルモンに、ブレイブして相性がいいゼイロイシューターが1枚、入ってます。で、今回このガンブレイブで揃えている理由は、降臨をメインで戦っていくんでリロードを使いたいということで、揃えているっていう点と、このエタマジョールですね、お互いのアタックステップの開始時に手札にある、ガンブレイブ1枚を、コストを支払わずに、召喚できるっていう効果を持ってます。なので、エタマジョールから、展開していける、ガンブレイブで揃えました。オーテンタとかもあったんですけど、系統がね違うんで今回はやめときました。ブレイブの選択はこんな感じです。で、あとは、低コストですね。今回の、メインここら辺は確定枠だと思うんですけど、
白の探索車、ワグナーということで、構築に入ってたやつですね。コスト5の3軽減です。召喚時に、自分のデッキから5枚めくって、5枚オープンして、その中のブレイブカード1枚と、降臨を持つ、スピリットカード1枚を手札に加えると。で、残ったカードはデッキの下に送りますっていうカードです。このカード1枚で、電王クライマックスフォームを手札に加えられつつ、ブレイブをサーチできるっていうことで、今回3枚です。コストが5なんで、クライマックスフォームに、降臨ができるっていうところも相性がいいのかなって思います。で、次に、フールバンクキッズですね。コスト3 の、 リミテッドパックに入ってるやつです。今、解放祭でやってるやつね、あれのリミテッドパックに入ってるやつなんですけども、フールバンクキッズ、召喚時にデッキ3枚めくって、その中の降臨を持つ白のスピリットカードを回収するやつになってます。で、さらにメインステップで白のスピリットに白の降臨ができるっていうやつですね。で、これが入ってるんで、サーチカードが、3種類で、こっちのワグナーも、召喚時デッキ3枚めくって降臨を回収できるんで、実質サーチカードが8枚体制で、クライマックスフォームを速攻で手札に持ってきたいというデッキです。で、ここら辺だけじゃ、アタッカーが乏しいんで、今回メタルガルルモンを採用してます。アタッカーですね。降臨条件が白または紫のコスト6以上の降臨で、相手の効果によって破壊されないっていう破壊体制と、アタック時に相手のコア2個をトラッシュに送ると回復するっていう効果です。ニュージークが、制限じゃなかったらニュージーク3枚入れてるところなんですけども、制限になってしまってるんで、その代わりとして、2枚目3枚目のニュージーク枠みたいな感じで、今回は2枚、入ってます。あとはこのフールバンクキッズが持ってくるのが白の降臨スピリットに限られてるんで、白の降臨であるメタルガルルモン、ジークリード回とかでも良かったんですけど、あれだとここで持ってこれないんで、今回は一応メタルガルルモンにしてるかなっていう感じです。で、あとは除去されづらいシンボル、稼ぎで、ソレイユルバン、はい、ソレイユルバンです。降臨条件が、武装のコスト6以上っていうことで、降臨条件が満たせないというか満たしづらいんですけど、このカードはね、場にあると相手のスピリット、ブレイブの効果を受けない、ダブルシンボルなんで、序盤に場に置いておきたい、カードです。で、あとはブレイブと、バースト枠で、アレックスが3枚、と、フェリングが2枚、入っております。で、次に、マジック防御枠リミテッドバリア、コスト4以上のスピリットアルティメットのアタックではライフが減らない、ジックリード回、これで、防ごうかなっていうことで、今回3枚で、五角形の砦で最後ネクサスなんですが、3コスに軽減の、五角形の砦が、3枚入ってます。自分の手札が相手の効果を受けなくなるような、簡単に言うとね、そんな感じのネクサスなんですが、今回が3枚、ノバの、リバイバルノバの効果で手札手元が全て墓地へ送られてしまうんで、それを防ぐための、五角形の砦で、あとはドロー加速ですね。相手がドローすると自分もドローできるんで、このカード3枚入ってます。はい、ということで今回ね、こんな感じの電王クライマックスフォーム40枚のデッキ構成になっております。いろいろ考えたんですけどね、気候とか、あとは奇獣奇人とか、いろんなこと考えたんですけども、こんな感じになりました。確定枠、自分の中の確定枠としてクライマックスフォームとか、ここら辺かな、エタマジョール、ワグナー、キッズ、ここら辺を確定枠として考えたところ、空いてるところにメタルガルルモンとかワグナーとか、突っ込んだ感じになるんですけども、ニュージークと違って手札に、ブレイブを持ってこないと始まらないっていうことなんで、ブレイブとクライマックスフォームをどう手札に揃えるかっていうところが、肝になってくるかなって思います。ということで今回は、クライマックスフォームのデッキ紹介でした。